リエです。12月に CD デビューしました。私のデビューシングル「ドレミファソーダで乾杯」発売中です。え、ドレミファ、はい、ドレミファソーダで乾杯。どんな歌やの。ドレミファソーダで乾杯ってどんな歌やの。ちょっと一瞬だけ、ね、ちょっと一瞬だけ。あ、これベレー帽よ。時が止まってるよね。アイドル5箇条があるそうで。お、聞きたい。まず髪の毛は染めないっていうのと、うん、マニキュアは塗らない、それからピアスはしないっていうのと、恋人は作らないとか、そういうことなんですけど。珍しいと思うわ、マリエちゃんみたいな髪型さえも。タテロールよ、はい、キャンディーキャンディーしか見たことないんだから。しかもブルーのリボンよあれ。ブルーのリボンよあれって。でもあの楽しいでしょ。はい、楽しいです。楽しいんだ。はい、やみつきルール。5つの質問で一番多くの票を集めた人が今夜のやみつきクイーン。ヒルトングアム翌年の旅を目指して頑張ってください。最初の質問は見た目に関する質問。1問目こちら。アイドルなんて身の程知らず。アイドルは何と言ってもまずは見た目、はい、にもかかわらずその顔でアイドルと思わず疑ってしまうような見た目の持ち主は誰ですか。さあ、ヘッドホンをしてお書きください。はい、これはね、これね、うん、来ないと来ないけど、はいはい、結構難しいと思うわ。難しいですか。一目瞭然なんじゃないかなと。あ、もしかして同じ。そうですね。なるほどね。でもね、5番は5番でね、これはおかしいですからね、やっぱり独特の世界があるから。いこじですからね、もう。そう、結構頑固もんやん、こんなね、あの。これやるのは頑固もんですよ、ね、頑固もんっすよ。親方っていう感じ。親方棟梁とか。棟梁いってらっしゃいって感じだからね。で、5番はだから中身自体別物でしょ。ああ、そう。そうするとやっぱり3番ちゃうかな。そうですよね。なんかね、やっぱりね。ありますね、これは。アイドルなんて身の程知らず。5番やっぱ鈴木まりえ。あれ来ちゃった、やりすぎだから。あ、こっち、あれ来ちゃった、やっぱり棟梁は。じゃあ次は2番、伊藤恵美。アイドルはよくクラスで234番目くらいの普通っぽい子の方がいいって言われることが多いです。彼女はクラスで飛び抜けて美人だからスタイルもいいですし。こんなアイドル論を語るやつはあいつしかいないですよ。ああ、そうだな。4番、あ、マジだ、江澤紀夫。なんかコアキャラだ。あー、ちょっと、あ、怖いですもんね。じゃあ次は5番、鈴木まりえ。すっぴんの時眉毛がない。あ、そうな。何書いてんのかな。最後はこちら、2番、伊藤恵美。色気があるから、清純派に欠ける。あれ意外やったな。2にもなるんだ。発表しましょう、はい、アイドルなんて身の程知らずと思われているのはこの人です。びっくりしますね。あ、マリエちゃん、やっぱほら言うたら泣いちゃった。泣いてもうたね。あれ、いきなり、いきなり、マリエちゃん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 、アイドルなんて身の程知らずだって。いやよ。座れ座れ、ノンちゃん、なんとかしたんだよ。そんな、なん、みんな妬んでるだけやから、こんなアイドルなんてな。偉いな、りょうちゃん。そうそう、妬んでるだけやって。女の子ってそういうのあるから。そうそう、結構さ、あいになりたいな。そうそうそう、なんか言うたりゃ。あと知いとけ。だから、うん、手が上がった理由は、うん、お前はアイドルじゃねえって。そんなやな。俺頑張ったよ、俺でしゃべったんの。泣いたらあかんよ。泣いたらあかんで。まだ、マリアちゃん、そんなんな、まだ1問目よ。っていうか1問目よっていうフォローも。
最後に何て言おうって、あんたたち大きい人と、あんたたちおかしいフォローやねん。なんで1番目になったらあと4番目が出てねえやろ。違う、座れ、プロやろ。じゃあ違うねん、多分そのリボンがおかしいと思うよ。なんでリボンが、ほんまにほんまにじゃない。いや、ほんま気にせんでいいからな。もう頼むから。笑かし、優しさを。平和に、平和にも。俺の優しさです。優しさって、こんなもんだよ。笑ってる。うまいこと伝わってるわ、これ。ほいほいほい。ほいほいほい。ほいほい。だけど笑ってるから、とにかく伝わったわ。大丈夫大丈夫、よかったよかった。アイドルなんて身の程知らずは伊藤恵美と鈴木まりえ。何回も言うてるやん。だって自分がちゃんと思ってればいい。大丈夫、はい、そう、ほんで応援してくれるともいいですね。マリッペ、マリッペしたらだけどね。なんか悪いところがあるの。次です、最後の質問は人間性に関する質問。最後の質問こちら。この子の人生真似したくない。やることなすこと全て真似したくない。見た目、性格、実際の行動、とにかくトータルで見てこの子だけにはなりたくないという子選んで帰ってください。もう帰っていいから。ダメですよ、ダメですよ、最後まで。これ割と、もうこれはもう皆さんご存知。もう5番だと思います、うん、そうです、うん、あのー、ね、うん、僕もぶっちゃけて言って、うん、ああいう人生送りたくないと思います。正直言ってね、うん、楽しい部分もあるんだと思うけど、そうそうそう、ね、ただ伝わりづらい、うん、我々には。だからそういう意味では勇気あるよね、自分らしく生きてるよね、うんうん、でもその自分らしくは私はちょっと気に食わんの。気に食わんのかい。あーもうこれはもう、でも私はマリアちゃんめちゃ、ね、このほんまほろするけど、ま、ええー、子やと思うの、いい子いい子、純粋でペアも、うんうん、さあ、はい、この子の人生真似したくない。いよいよ、あ、怖い。2番、伊藤恵美、これ美人だしスタイルもいいけど。みんなのこと美人気味やねんな。アイドル向きじゃなく、女優さん方向として事務所が売り出したりするからです、ファンの方も、そういう見方をするんじゃないかなと思います。アイドルじゃないともう楽しくないっていうことだな。彼女マリエちゃんからよいしょ。5番、鈴木まりえ、規則が多くてストレス溜まって疲れそう。だってアイドルの5原則できたの。そうそう、法則があるだけですからね、うん、じゃあ次は、よいしょ。5番、鈴木まりえ、毎日アイドルしてるからストレスが溜まりそう、うん、次は、よいしょ。5番、鈴木まりえ、ストレス溜まりそう。みんなにあ、ごめんなさい、いいよ、よいしょ、はい、お、4番、江沢のりお、いつも冷めている、人生もっといっぱい楽しもう。賛否を集めました。5番のマリエちゃん、どうする、やっぱストレス溜まりそうって思われてんだね、うん、その仲間うちからは、うん、さあ発表するぞ。この子の人生真似したくないと思われているのはこの人。あ、自らが挙げた。ちょっと強くなったね。あ、強くなった、うん、あ、笑顔がこぼれるようになったね、うん、人生真似したくない、これどう思う。いや別に、お、強い。だってマリちゃんはマリちゃん楽しいもんね。そうそう、うん、幸せです。するべき幸せだもんね、うん、だけど周りの4人は生まれ変わってマリエちゃんになるぐらいなら、うん、こらバッタになった方がいい。どこへ返してほらなんかバッタそれ触れへんマジで。そうそうそう、どう、そういう意見が多かった。うん、でも好きでやってるんで、うん、この内股とかはさ、そうそう、どうしてんの、しんどくない、グッて力入れてんの。あ、もともとすごい言ってることおかしい。もともと内股だった。こっちのお客か、天性だ、なるべくしてなったんだよ。そうだ、うん、生まれ持ってのアイドルだよ。あ、ね、うん、そうだね、ね、アイドルなんて身の程知らず。おい、そこ終わったの、だいぶ前に。おいおい、それじゃあ見事予想が当たった久保さん、サブダブルレンド4つですよ。おい、あと1個分かった、この子の人生真似したくないは鈴木まりえ。さあ今夜の結果どうなってるんでしょうか。今夜の闇式クイーンはこの人です。
方はバスの方にお戻りください。もう今日は独走態勢でしたね。言いたいことあるやろ、正直言って、ぶっちゃけて、うん、ぶっちゃけて、ほんまにアイドルだって人間なんだ。そうよ、うん、辛い時あるし、こちらが、ほら、何してんの、抜けちゃいますよ、抜けちゃけるの、抜けちゃうの、大事にしてるんです。あ、大事、大事、びっくりした、つけけかと思った。さあ、グアム旅行行きをかけて友情の選択をしてもらいます、はい。このままお友達でいられるならお友達コース、もうお友達でいられないのならお別れコースを選んでください。お友達かお別れか、運命の選択です。お友達。あ、これはね、そうだよ、ここでお別れって言われたらマリちゃんのイメージが取れるしね。全部そうだったみたいになるんだよね。すごいな、素晴らしい、ここまでできることは。あんだけ言わなくていいのね、でもみんな一緒にあげて、ちょっと反省しや、お友達言ってくれはったで、これグアム旅行行きたいよね、行きたいね、みんなで。パスポート持ってないんだ、みんな行こう、頑張れ、パスポートなんてすぐ取れるよね。片方には、天罰が、もう一方にはグアム旅行が入っております。ピンクの豚とブルーのライオン、どっちを選びますか。ピンク。ピンクね、ピンク大好きだもんね、あ、ピンク、え、ピンク、だからピンクね、ピンク、じゃあピンクの豚の方に、はい、マリエちゃんが選んだ、だから別に責任はない。あ、怖いよ、ね、怖い。さあ参りましょう、グアム旅行か天罰か。何それ、あ、何それ。サムさん、今日どうでしたか。いやいや、今日はマリエちゃんに食べさせていただきました。ねえ、マリエちゃん一食の一食、はい、そうよ、はい、でもそれだけ個性的で目立つってことだから、そうそう、うん、いいんじゃないですか、ね、はい、また遊びに来てください。ありがとうございました。じゃあ、シャバゲン、おさらやばい。